うそうじゃないそうですということで今回はですね35枚目シングルリアル見ぐり一時到落結果発表 <laughs> はい、こちらやっていきたいと思います。まあ、今日ね、4月15日、35マ目シングル、リアルミーグリ。まあ、オンラインサイン会とかもね、えー、そうだと思うんですけど、まあ、僕が応募したのはね、リアルミーグリということで、このリアルミーグリの一時、応募の当落日ということで、当落結果出てるみたいなので、こちら確認していきたいなと思います。いやー、まあ、リアミね、リアミ毎回当たってはいるけどさ、ドキドキするよね。今回当たんなかったらどうしようっていうね、<laughs> 感じでちょっとドキドキ。 すするんですけれどもまずそもそもね今回お前どんな感じで応募したのと言ったところなんですけどもまずは普通のあれですね全国グの参加券限定リアルミートグリットリアルミグリをこんな感じで応募しました、まあ、全部5月26日の「幕張メッセ」ですかねの方に。 応募させていただいて、えー、かきはるか一部与田祐希二部井上投二部伊予木真央三部小川あや三部と5人のメンバーにそれぞれ5枚ずつう投げた5口ずつう投げていますよっていう感じでまあ推しメンはね推、ね、しメンの二人はもちろん今回もねお話ししたい対面でお話ししたいよということで、えー、応募しましたし、ね、大好きな伊予ちゃんも応募しましたし <laughs> 大好きな伊予ちゃんってなんなんっていうね感じですけど大好きな伊予ちゃんも応募しつつ、まあ、あとは柿きと依田ちゃんここの二人 こ人もやっぱ対面で一度は話したいだなと,いうことでまあこの2人オンラインでは2人とも話したことあるんですけどカッキーとかはね特に最近ですけどオンラインでは2人とも話したことあるんですけど対面ではねないっていうことでこの2人とも話してみたいなと対面でね話してみたいなということで今回この2人に応募してあっていう、まあ、合計5人のねメンバーに応募しましたプラス今回はね山下美月卒業記念単独リアル巡りがあるということで卒 こちらにもね応募させていただきました4月27日のですね単独リアルミグリ、えー、みずきの2部に10口10枚、えー、投げさせていただきましたまあこれは正直応募の仕方としてはね、えー、どうなのかなっていまいちなところはもちろんあると思うんですけどでだから分けようかなと思ったんですよ2部3部に5枚5枚とかで分けようと思ったんですけどそれでなんか両方0枚だったらやだなっていうことで、まあ、ちょっと応募の仕方的にはね多分いまいちだと思うんですけど。 一つのねところに10口10枚ぶっ込ませていただきましたといった感じですねこれで合計35枚かな35枚投げたよといった感じでですねこちらのトラック確認していきてと思うんですけどまあやっぱりあの全メンバー1枚今回僕が応募したメンバー全員1枚は当たってたらもう僕は大満足というか全員とにかく1枚は当たっててほしいなっていう当たってたらいいなっていう。 ところですけどまあみとかどうなんですかねやっぱ最後だからきついのかなわかんないけど確認していきたいと思いますじゃあもうねワンタップでスペシャル応募抽選企画メニューのねサイトから応募履歴をしたら見れると思うんでいきたいと思いますいやドキドキするなだってこれで当たんなかったら対面で話せないってことだもんね普通にやばいからね当たんなかったらマジ頼むぞということでじゃあ確認していきます応募履歴せーのはいはい OK さあここから応募済みだよね スクロールしていきます。まずは、まずはなんだはい、1枚応募の、まずは普通の、水木以外のずですね、普通の、リアルミラー,ーのグリッド。頼むマジでさあ、当選状況ははい、まず、おー、o k ケーかきはるか。1部かきはるか。1枚。よしよし、1枚。当たった。次は次はあ、井上凪の2部、1枚。そして次が、与田ユウの2部、1枚。 そして、小川綾、2枚 !3 分2枚いよきまお !3 分2枚よーよし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 あーいいいいいいじゃんいいじゃんいいんじゃないまあまあまあ。まあまあいい、カッキー、なぎー、ヨダちゃんに関しては1枚ずつ当選で、綾ちゃんとゆきちゃんが2枚。当選5分の2当選したということで、まあ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 ,まあいいでしょうよし、じゃとりあえず5人は当たりましたよ。5人とお話はできますよと。次ですね。次は水木の 単独リアル巡り、水木と最後に話したいよ水木と最後に話したい、マジでねえ、この間オンラインでね、話して、っていうところありますから、最後にやっぱり水木と対面でお話ししたい !10 枚投げました山下流単独リアル巡り、頼むいきますスクロールしますはい !1 枚応募来い来い,来,い来てるオッケー !1 枚当選オッケーオッケー !1 枚でいい !1 枚でいいですはい !1 枚でいいですオッケーオッケーお前分かってたよ分かってた ね、10枚、まあ、もしかしたら5枚ずつ投げたらね、1枚1枚当選してたかもしんないけど、いい、も、ま、う、あ、でもいいの僕はもういい、これでいいの <laughs> これでいいよかったよしよしよし、とりあえずオッケー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 全然オッケー全員は当たったってことですね、今回僕が応募したメンバー全員。 当たったっていう感じで、改めて結果は、カキはるか1部1枚、いのうなぎ2部1枚、ヨだユキ2部1枚、おかわや3部2枚、えよきまお3部2枚、そして、えー、みずの単独リアルグり1枚、水木き1枚と2部1枚。という結果、だから合計で35分の8かな <laughs> ま,あまあまあまあ、こんなもんだよね。<laughs> そうなんだよね。だいたいこんなもんなんだよね。まあ、水木のとこは分けてたらっていうところはもちろんあるけど、あでも当たらないのがね、怖かったんで。 よよしよし最後にね水木と対面でお話しさせていただける権利をねいただけたのでよかったなと思います1枚ですけどね1枚だから短いけどね皆さんの結果なんかまでコメント欄で教えていただけると嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますツイッターとインスタグラムもやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いですバイバイ